よろぶあんにあせよ、武田明子です。今日はトピックの過去問から副詞をいくつか紹介したいと思います。単語だけではなく例文も一緒に覚えると覚えやすいです。まず一つ目、ハッピル、よりによってという意味です。ウェーハッピルナルプルロスルか、なんでよりによって私を呼ぶのかな。二つ目、マッチン、これはちょうどという意味です。カングルコンノリョが하는데マッチンペが있었다、川を渡ろうと思ったらちょうど船があった。三つ目は、おっちょみょん、これはひょっとするとという意味です。おっちょみょんな결혼할지도몰라、ひょっとすると僕結婚するかもしれないよ。四つ目、과연、果たしてという意味です。과연정말이네요、果たして本当ですかね。五つ目、차라리、むしろかえってという意味です。이를그만두고차라리공부하는게어때、仕事を辞めていっそ勉強するのはどう、のように使います。このように副詞は例文と一緒に覚えましょう。그럼오늘은이상입니다。안녕히계세요。